先ほどもね、ちょっとちらっと最後の方出てきましたが、羽生くん速報ということで、えー、今回のスターズ・オン・アイス欧州、うんえー、公演なんですけども。はい。あと部陽子さんからよろしくお願いいたします。かぶくんこんばんは。今日はやはり、白様は綺麗だった。もうほんと白様、もううっとり。うん。ということで、えっと、速報入っては、白様、あの夏への演技だったということですね。 変身がありますゆめ様、ま、よろしくお願いいたします。あとべゆうこ様、ま、チャージして、配信見ましたが、もう別世界でしたね。えー、麗もう地上波が CS で放送してほしいくらい。うん。はい。ということで、もう別世界、幻想的な世界。うん。ということでございますよ。はい。そして、テラさん、よろしくお願いします。 ハック様、まるで夢のような美しさでした。これから新幹線に乗ります。抜け殻です。はい、ありがとうございます。あの、帰りまでが、えー、スターズ・オン・ワイスっていう話よくありますんで、うん。もっと言うと、コメントするまでがスターズ・オン・ワイスなのかもしれませんけども、いや生観戦ということなんでね、うん。きっと最高だったとは思うんですけども。そして、アーニャさん、よろしくお願いいたします。 えー、カブさん、こんにちは。スターズオンバイス、欧州最終日終わりました。羽生さんはやっぱりあの夏へでしたよ。うん、横浜は4日間なんで、あと1つ何がありますかね。結構もう、休む暇もなく横浜に行くということなんで、すごいスケジュールですね、本当に。ただいま、駐車場大渋滞。全然動いてないので、えー、コーヒー入れて待機中です。 シャトルバスも大変そうだけどと、と、アーリア様は車で行かれたんですね。うん。あ、駐車場です,、ね、ですよね。なるほど。あ、でもシャトルバスか。うん。ということなんで、えー、お気をつけて、うん。ください。あやっぱり、こう、帰るまでがね、えっ、ー、と、スターズ・オン・アイスという言葉がありますので、うん。そして、レモン・ミカンさん、よろしくお願いします。やはり、欧州デイ・スリーは、あの夏への白様だったようです。 チラッと動画に上がっていました。奥州公演を無事に、えー、終わり。スケーターの皆様お疲れ様でした。うん。はい。ということでございますね。うん。テントのチではなかったですね。うん、うん。はい。ということなんで、ありがとうございます。うん。釣りの横浜公演も同じような感じで演目やってくくんですかね。うん。<laughs> はい。ってな感じで、えー、速報入りました。 はい皆さん、無事、えっとえー、お気をつけて。はいではね、ありがとうございました。